はい、こんにちは。パスガードフィットの白木アムトの大輔です。今日はですね、いわゆる白帯の方が、結構試合とかも今からその、発表とかされてきているので、ちょっとポイント区分と、反則、意外にこう、間違えやすい反則とかあるので、ちょっとそこも含めてちょっと説明していきたいなと思います。まず、柔術のポイント区分っていうのは、すべて、3秒間キープで終わります。実際試合ってのは立ち技から入りますよね。なんでいわゆると、コンバッチとパローで形成されています。ただコンバッチが始め、パローがストップって考えていただければいいですね。でポイント区分っていうのは単純にテイクダウン、まず投げるポイント、もうこれいわゆるこういう、ビッグスローバーンって投げてると、例えば橋本さんが引き込もうとしたのに対して足を持って倒れてしまっても全て2点になります。で、今期重要なのはトップをキープして3秒ですね。1、2、3で、必ず2点入るっていうふうに覚えてください。なので、大きく投げても小さく投げても2点は変わらない。で、柔道との違いは柔道っていうのは、背中につけたっていう事柄で1本が生まれるんですけど、この場合はトップとボトムの関係性上でしか点数が入りません。じゃあよくあるこの場合、相手が立ってきて僕は首投げで投げたんだけど、橋本さんがブリッジでこっち返した場合は、僕に対してアドバンテージ惜しかったね。で、これ3秒間橋本さんキープしてたら橋本さんに2点っていうのが入るので、必ずこの柔道を経験されてる方っていうのはここら辺のポイントも含めた上で必ずトップを取るっていうのを意識して点数を取るようにしてください。じゃあいわゆるこのパスガード下ですね。パスガードの区分っていうのはよく勘違いされてる方がいらっしゃるのは、サイドポジションに対して点数が入っているという方がいらっしゃるんですね。なのでパスガードっていうのはガードを越えて足を、越えて抑え込むから3点入ります。この場合も一緒ですね。抑え込むことに対して、足を越えて抑え込んで3秒抑えた時に3点入ります。で、そこからの区分として2-4ザベリー、2-4ザベリーはいわゆるこういう状態で頭側の足を立ててキープ3秒間すると点数が入るんですが、必ずここで、考えるとこの体勢でしか入りません。いわゆるこの体勢だと、2-4ザベリー惜しかったねっていうことでアドバンテージになります。もちろんここから展開が終わってからアドバンテージになります。ここから立ててしまった場合は2点 2-4 ザベリー 2-4 ベリーですねの2点になります。で、マウント、この状態マウントも4点と入ります。で、ここで勘違いする人がいるのが、 2-4 ザベリーを取らずにマウントを取った場合、ここからもう一度 2-4 ザベリーに戻ると点数が入るって考える方がいらっしゃるんですけど、この場合は入りません。マウントと、これから出てくるバックというポジションが最強です。最強のポジションは4点入ります。だからそこまで行ってしまった場合はマウントとバックでしかループしないんですね。だからこの場合は、マウントからバック、さらにマウントとの移行っていうのは3秒間キープすると4-4-4っていう風に入ってきます。これを覚えておきましょう。そして今スイープも一緒ですよね。相手が下とか下になって相手をひっくり返す、これも区分は一緒ですね。テイクダウンと一緒なんですよね。ひっくり返して自分がガードからひっくり返す、これに対して2点が入ります。じゃあスイープっぽいけどスイープっぽくないものどんなものかというと、じゃあ例えば橋本さんが僕をパスガード
しました。それに対して僕がドーンブリッジに返す。ダーリーです。これは、この場合は僕には0点です。逆に橋本さんがパスガードした瞬間に返してしまった場合っていうのは橋本さんにアドバンテージ、僕は0点です。じゃあ逆に橋本さんが3秒キープした場合は橋本さんに3点、僕に0点っていう区分。これはマウントも同様ですね。マウントからひっくり返してもこれはもうパスガードしてからの話になってしまっているので、マウントからひっくり返してもこれは、0点です。なのでよくあの道場の練習でバーってこうポジショニング取ってマウント取らせてなぜか返させてくれるしてるんです。これね、あのこの人は0点です。ずっとポイント取られ続けるかもしれない。ループするっていうのは必ず覚えておきましょう。そしてバックの区分なんですが、バックは必ず、足が両足径で、まあ、こういう状態、背中にくっついている状態がバックですね。で、これはバックじゃないです。足を組んでいる。これもいわゆる総合で見られるこれもバックであります。なので両足頸部に足が、単体で乗っている状態にバックがつきます。で、よくあるのが、シングルバックといってこういう状態1回入ってこの状態から展開がリセットされた場合、これは、こっちにアドバンテージがあります。だからシングルバックを経由して足をかけた場合はアドバンは入らずこっちに4点が入ります。で、まずここで考えるときはよく間違いやすい、白身の方よく間違いやすいセットとして、僕がじゃあ橋本さんがじゃあこっち向いていただいて、そうよくあるのはこういう状態から、まあ、練習でよくありますよね。こう僕は下やったんだけど、じゃあ下やりたくて自分から自ら下になって引っ込んでしまう。これあります。結構練習で往々にしちゃうんですけど、これは僕にスイープの2点が入ります。これは結構ね勘違いされてる方がいます。引き込んでるだろうっていうふうに思われる方いらっしゃるんですけど、この場合は僕が、2点、これ必ず忘れないでしょう。じゃあ逆に両方で座った場合、両方でこう座ってどっちかがガードを狙いたい、この場合20秒以内に起き上がるとこっちにアドバンテージ、これはダブルガード状態なんです。で、このダブルガードの区分っていうのはレフリーが時計見る仕草をするといわゆるダブルガードで、20秒経過すると反則が入ってきます。で、簡単に言うと反則の方が、強い点数になるんですね。なので、反則で入った点数、反則を犯した時に、2回目かなで入った、アドバンテージとか、その次に入る点数っていうのは同点になった時に反則を取った側の方が、負けてしまう可能性がある、可能性というか負けてしまいます。ですからそこは考えておいてください。で、そして白身の方に、まあ、ここは大まかな点数で考えていただいて、間違いやすい反則としては白身ならではなんですけど、立っていていわゆるシングルレッグのタックルで頭が外に入っている、これ反則になります。これはまあ、 覚えてください。これは移動日は OK です。じゃあ逆に、もう一個あるのはカニバサ、これも反則です。このまま足をこのようにしたら移動浮かすと、これ反則になります。じゃあ、もう一個は飛びつきクロスガード、いわゆるジャンプして相手に飛びつくガードですね。ちょっとジャンプして、せーのです。
これちょっと取り付けてねまあそういうそういうこういう状態です。すごいこの俺の足これこうやってやるで、ちなみにこの場合もこれ半スクになります。じゃあ持ち上げてこの状態から、あ仮にこうタクロスガードでいくか、まあ始まったとして持ち上げて落としてしまったから、うん、これこっち半スクになります。これはバスターっていう半スクになります。なので、まず白帯独特なのは飛びつきクロスガードが半スクになる。そうすると付随してくる飛びつき重視とか飛びついてかける技は全て反則になってくると考えてもらえばいいと思います。で、もう一個、まあ、バスターってのは割と悪質な反則に なってくるんですけど、例えば割とこう知らない反則としてニーリーピングっていうのはあります。まあ、膝をひねる行為ですね。じゃあどういうことかっていうと、相手がじゃあ立ってきてこの状態からこうパスガードされるのが嫌で、もう苦し紛れに足をこう入れてしまう。これ結構多いんですよね。これ反則です。じゃあ、必ず覚えることは必ずここに90度、これは OK です。帯よりこっち膝をひねってしまうと反則になってしまう。じゃあこれを分かった橋本さんが、僕は持って、ね、わざとこれを入れてきた、これ橋本さんが反則になります。重篤な反則です。一発なので割と悪質なものに関しては、かなり一発で反則負けになります。で覚えておくといいです。ここら辺がまず反則の区分。そして意外と知らないアドバンテージの区分。相手がしたいなって言って、じゃあさっきも話したんですけど決め技、じゃあ今ポイントの部分で惜しかったっていうものにアドバンテージがあります。それはポイントは3秒以内で成立しなかった場合にアドバンテージがあります。これは決め技も同様です。じゃあ例えばこういう状態からダブルガードで座ったんだけど、僕がアキレス腱型、白身はアキレス腱型が OK です。アキレス腱型でこれ有効に取られて結構入ってる場合にまた外して上になった。この場合は僕にアキレス腱型でのアドバンテージ、ダブルガードからトップを取ったことによるアドバンテージ、複合で2個入ります。じゃあ例えばパス2をして、これは従来5点です。じゃあこれを橋本さんが瞬間で戻して、3分で戻してきた場合、これはアドバンテージが2個入ります。パスと24ということですね。パス24のアドバンテージが2個入るって考えればいいです。なので必ず複合で考えると良いでしょう。じゃあ、もう1個、これはよくあるシチュエーションなんですが、白帯の方がよくあるハーフガードですね。いわゆるハーフ、ちょっとパス行く途中に脇をすくってここまで持っていったんだけど、ハーフ足を絡んでる状態、瞬間的に結果橋本さんが戻して、スッとガードに戻してきた場合、これはこっちにアドバンテージが入ります。制してる場合ですね、ちゃんと脇を。逆にじゃあアドバンテージが入らない脇をすくったハーフガードっていうのは、いわゆるディープハーフとか、まあ下の人が脇をすくって制してる状態ですね。これは入りません。だからこれは入らないので覚えてください。いわゆる制してる状態。じゃこれも入りますよね。制してる状態になってます。で、ここで考えるべきは時間の経過ですね。例えば、試合時間おおよそ5分だと考えてもらえばいいんですけど、5分間ハーフガードのまま、終わった場合、ピーって終わった場合、試合終了と同時にこちらにアドバンテージ入ります。なのでハーフガードっていうのはアドバンテージが入ると覚えておけばいいですね。ここまで持ってきたんだけど戻された場合のみですよ。
試合終了以外は。ここから結果パスガードしてしまった場合っていうのはアドバンテージは入りません。3点のと考えると良いですね。で、白帯の方が許されている関節技としては、まずこれよくあるんですけどリストロック、リストロックは青帯から OK です。で、OK なのは肘、肩、アキレス腱固め。でアキレス腱固めはいわゆるトーホールドに近いのでこういうトーホールドは反則ですけど脇に抱えてやるアキレス腱固めは OK になります。で、ダメなのは茶帯から OK なのは足首、膝、まあ要はさっき話したトーホールド、こういうやつですね。直接的にひねるものは、茶帯から OK。で意外に知られないのが、まあ、前回までサドルですね。サドルロックといってこの状態で入ってます。サドルロックは、OK です。こっちを狙ってはいけません。こっちのアキレスを狙うことは OK です。なのでそこも含めて覚えておきます。以上が、まあ、ざっと間違いやすい反則とポイントの区分ですね。まあ、結構白帯の方で試合に出られる方いらっしゃるのでまずそこを覚えておきましょう。で個人的な失敗談としては、まあ、もう本当にあった話なんですけど、昔試合に勝って喜んで試合場の外に出てしまったことなんです。この場合反則入ります。だから喜んで喜びすぎて試合に出たりとか道着脱いだりとかしないでしょ。あのマイナスアドバイスついちゃうんで、あの悲しみの、まあ、ここら辺は、ね、悪質ではないんですけど、まあ、あとは、まあ、いわゆるこの相手を侮辱する行為は全部、まあ、反則になると思った方がいいので、試合に出る際は、相手の方に敬意を持って、挑んでみてはいかがでしょうか。いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。